おめえがバカだろ、ここにある。落ちんだよ、そっからやり始めたから。おめえがバカなんだ、落ちんだよ。おめえが落ちる、ここにある。ずっとカラスくんだから落ちんなっつってんだよ。いや、とにかくあんたとはそれ合わないから。いや、それは合わないし、するしあのね、あなたも5年くらい生きてんでしょ。生きてるよ。よくそれでなんか乗り越えられてきたね。どうに乗り越えて、3段乗り越えて、俺以上に苦労。なになになに、お前以上の苦労を3段してきてんだって、俺は。そうなの。俺の苦労なんか知らねえじゃん、余計なこと言ってんだよ。おじゃ、俺の苦労なんか知らねえじゃん、おめえ。知らねえ、言っていいぞ、ほら。言ってるだろうがよ、何がお前、サラリーマンがどうだとかごちゃごちゃ言いまして。おめえもめめしいな、なんでそんな話、くどいな、ほんとな。くどいなって、おめえが持ち返したんだろうがよ。何が50年も生きてきたとか言うんでねえもんやろ。50年も生きてきて、その謝り方なの。さっき謝ったんだろ、真剣に。悪かったって。それなのになんで悪いって言うのよ、俺が降りた瞬間によ。あ？それこそお前人間としてお前おかしいんじゃないのか。悪口言うって、なんだよ、謝り方が良くねえからって言って、謝り方が悪いからって言って俺が一回落ちた後お前言ってたから、俺の悪口よ、みんなと一緒になってよ。それ聞いて俺カチンと食うだろ、俺だってよ。いや、その前にカチンと言いっぱなしで逃げ出したじゃん。あげんちゃん、あげんちゃん、お前ちょっと今聞いたけど、あの杉ちゃんね、みんなと一緒、あの、うん、杉ちゃん落ちた後にみんなに悪口言ったって違うよ、あれだって意見として言ってんだよ、みんな。あの、ちゃんと何普通に和解できたらいいなと思って話してんだよ、みんな。いや、皆さんもそうだし、小山さんもそうだし、楽天さんもそう、うん、みんなそうだよ、リスクだよ。小山さんもわかるわかる、うん。だけどよ、笑い物にしてるような感じの話だから。いや、そういうことはしてないって言って。うん、いや、でもこのストーンは笑い物にしてるような言い方してたんだよ。あの謝り方じゃねえんだよ、あれ。あれみたいな言い方してたから。俺は、だから最初に言ったけど、あのね、俺最初に言ったけど、俺、どっちの味方とかもないからって言ったでしょ。うん。ただ、そう、俺はちゃんと話してる、ね。普通にで、うん、ちゃんと やれればいいんじゃないかなと思って言っただけで。別にね、どっちが。ユーザーは何も言うんじゃないんですよ。うん。ユーザーには何もないよ。うん。まあ、はいはい。で、ただ俺は、まだ。まだ。すみちゃん、それ、個人的感情いらない、今。誰々には思わない。この人は思わないのか。まあ、今やってるのは、すみちゃんとストーンさんの話でしょ。そこで、だから俺は、まあ、普通に話、なんでそこで、ね、これ2、3回目でしょ。だからそこで何回も何回もやれやなくならないのみたいな、ね、見てる側からすら思うわけよ。じゃあさ、なんでチャットでさ、ごちゃごちゃ言うやつをさ、ブロックしてくれないのさ、楽信さん。あれなんて3回入れられてんだよ。なんで葵ちゃん俺がブロックしてくれないの。いや、だから、そこだってすぎちゃん。なんでじゃあ楽信さん、いちいちすぎちゃんのご機嫌取るたびそんなことしないといけないのよ。葵ちゃん、いや、違っていいんだけどさ。そうだよ。だって葵ちゃんここ好きで来てくれてるんだよ。俺はあいつは嫌いだ。それはそれでいいんで。それはそれでいいんで、葵ちゃんも多分嫌いだと思いますよ、すぎちゃんを。いや、全然あいつには使わなくて、うん、頭にだったら別に前のコメント言うわね。コメント欄でもね、散々俺がディスるようなコメントしちゃうんだから、あんだろ。なんか、それにそれに言ってた、一緒だよ。ディスってるわけじゃないの。あれは、スギちゃんのこと見てて、ね、謝って逆にですよ。謝って逆にですよっていうのを見てて、こういう人は口先三寸なんじゃないですかって言われちゃうんだよ、それは。口先三寸じゃないですよ。だって、謝ってたのに逆にでしょ、じゃん。そしたら、どっちを信用すればいいかってことなんだよ。だって、俺が謝って、謝りたいのが悪いんだ、ギャーギャーってみんなで騒いで、それを俺は下で見てて、したら俺だって消えるでしょ。いや、言いたいこと言って落ちるからでしょ、自分で。そう、ちょっと捉え方がちょっと違うかな。いや、さっき落ちたのはマリモさんもいたからさ、うん、マリモさんの話、そんなも言い訳も何もあんねえよ。だったらストーンさんの言い分はどうだ、あんた聞いたか、一言でも聞いたんだ、聞いたか、聞いてるか。いやいや、西君、聞いてるで。ストーンさん、ちょっと、どう話してもいい、うん、いや、だってストーンさんだ、もう一回言えよ。詰める話になっちゃうよ、これ。いや、詰める話でもいいけど、まあ、とにかく一回話聞いた方がいいんじゃないの。だって、いや、詰める話でもいいけど、まあ、いや、だってストーンさんだ、もう一回言えよ。詰める話になっちゃうよ、これ。いや、詰める話でもいいけど、まあ、とにかく一回話聞いて。いや、だって、ちょっともう一回言えよ。詰める話になっちゃうよ、これ。いや、ちょっとさん、ちょっと、どう話しようよ。うん。いや、だって、ちょっともう一回言えよ。詰める話になっちゃうよ、これ。いや、詰める話でもいいけど、まあ、とにかく一回話聞いてもいいんじゃないの？だって。うん、え、これ？うん、だから、ね、山本さんだって。うん。いや、まあ、面白い。まあ、山本さんのコメントは受けるね。そういうことは違う。今話してるのは、あの、杉ちゃんと、あの、ね、ドンさんの件でずっと話したけど、で、そこで、今、そこで話せば、今ここでさ、うん、黙ってる、うん、まあね、小山さんも黙ってるけど、そこで話せば。うん。あ、おじさん話したじゃん。あ、さっき。いや、それ杉村さんの自己解決だよ、ね。そこは、いや、そこは和解はできないってことで。和解はできない。できない。和解はできない。すいません。そこは和解はできないってことで。和解はできない。できない。和解はできない。すいません。わからないでいいね。すいません。うん。え。
ない、できない、できません。だから杉ちゃんがそれ言うことじゃねえでしょって。俺は言う立場だよ。